おはよう。おかえりしよう。お久しぶりです。それ何、ベルギーで買ったって大変なことだ。違うっす、東京。東京東京東京新潟じゃないの。新潟じゃない、東京。どこにかぶれてるの。これなんかオーラだ。すごいな。辛みもいくね。おじさんの辛み。辛み方おじさんじゃないかな。おじさん昭和じゃない辛み方。辛み。やべえ、面白いじゃねえ。やべえ。何回言ってんの。東京であってんの。知り合いも友達もゼロなので、すごく今気まずくてどうしようもないので、助けてください。シューって呼んでください。お願いします。シュー。気まずいね。気まずいね。すぐできるもんな。どけよお前、どけよ。キス顔、キス顔。あれ集中しろ。キス入る前の真顔。マジうるさいって。マジうるさいって。ごつ。オーケー。どっこい。キスとも睨みつけるぐらい。友達はどっこい。おっぱい言うてるやん。マジうるさい。にゃー。千葉さんです。持ってきた家から千葉さんでもすごい使わせてもらって俺しか使ってないし、誰使ってる使ってる500円払ってるこれはもう欲しいけど千葉さんの千葉ちゃんが持ってきてくれる名古屋の家から持ってきたぶつけんなぶつけんな、階段下ろすのめっちゃ大変ネジ外した方が早いんじゃないかネジ外した方が早いんじゃないかにゃっ。おらー！ぴょーん！
こういうポーズでもいい、キーパーみたいな。あ、そうそうそう。パートナーちゃん。始まっちゃった。最後キーパー。最後キーパーだ。狙いましたよ、でもちゃんとこれ使ってください。どっちの狙い通り。普通に言ったらいいねって交換じゃないよ。交換じゃないよ。てか一方的に断られてる。断られたらやばい。普通になんか礼儀で、そのユニフォーム、俺のユニフォームを交換した方がいいですかって言ったら、いらなくて。通訳にいらないって言われて。皆さん、お米ランキング途中経過が来ました。え、やばいよ。俺ない、俺ない。やばいじゃん。え、ひろき6個。僕何個っすか。俺4個。そうですね。俺4個なんだけど。コミちゃん10個。うわぁ。ミシミシミシ。マイケルが9個。うわぁ。チャンピオンはシュウ君20個。え、俺9。一番してる。ゴメス君10個。一番さん4。お、待って待って。え、勝つと俺勝ってる。11、11。イエーイ。ドイチ君16。え、大地君すご。絶対全部鏡町しちゃう。大地君16。うわ、えぐいね。全部鏡町しちゃったよ。ホッさんはね、14。5で十分。ありがてえ。ないね。そう。盛り上がりが。盛り上がり、みんな。ゆずさんもう一回見せてください。え、どうぞ。俺4つ。まだこっから伸びる。こっからすごいやつ、すごいやついるよって。セグさんでも、え、ちょ、待って待って待って、見て、セグさん。え、誰これ32ですよ。こんなにすごいじゃん。64キロ。ありがとうございます。セグさん、めっちゃ嬉しい。ちょ、待って、118。こいつ236キロです。236キロも米もらってるやついるよ。俺超少ない。いや、いや、めっちゃ多い。30。小島34です。めっちゃ増えてる。すごいな。お米。え、タツさんにも入りました。え、2入った。よっしゃ。めっちゃ喜んでる。ありがとうございます。正解。ヒロキいくつ。25。すげえ。コミ27。来た、人気者来た。やった。ヤンと同率だいぶ上がったぞ。買っちゃったよ、お米。10だよ、たくみ。やった。島袋かぐやし8。うれしそう。りょうたろう、サポーターの皆さん、ありがとうございます。違うよ、ほら。え、コウタゴヒロ来てんだけど。え、上いるんだけど。すげえ。あ、増えてんじゃん。俺3個だったからさ。よかったよ、20個で背番号と一緒。水戸エグいバッグ買ったらしいです。何？水戸40万ぐらいのバッグ買いました。どこのブランド？ディオールです。違う。え、どこだ？ディオールじゃない、どこだ？ビトンらしいっす。ビトンの40万の。いいや。ビトンの、もうビトンの。あ、出てねえよ。もうなんとこの家にワインセラーある。それは誰かも。誰でもって言うとしたら。誰でもないっすよ、ワインセラーあるじゃん。そんなんはもう、趣味。いや、だろ。いや、えぇ、やってんじゃん。それ。え、でも大輝はロレックス買ってました。そう、結構前。こういう誕生日のお祝いにこう、なんですか、あの、一番気使うとか早く言ってくれるっていうのは誰ですか、チームメイトで言うと。チームメイト、はい、でも俺だったな。誕生日おめでとうって言ったの誰が一番最初に言ったの。コメスさん。
でも一昨日ぐらい言ったっすよ、ね、でも確実にプレゼントを最初に渡したのは俺っす。あ、本当に何を渡したんですか。変な音した。千葉さん今ちなみに俺も家にあるわ、忘れてきた今日。どうぞ。まああれだって酒だろ。酒じゃねえよ。一番でもらって一番で一緒。え、ガチで何。ルームシアター全然違う。ハードル上げるね、自分でこう。明日楽しみ。ルームシアター超えるもんある。正直ルームシアターって言われたらもう言えねえな。もう無理。結構外からプレゼント気持ちで本当に物はさ、じゃあ売りますね。うん、まあまあ何いい。でも買える。嫌な言い方するわ。